こんにちは、ふたつきです。先日キャンドゥで新しいデザインの空枠を大量に見つけたのでご紹介します。ここのところ私の近所のキャンドゥでどんどん新しい商品が入荷していて嬉しいです。今回見つけた商品はこちら。大きく分けると桜モチーフのもの、イースターエッグっぽいモチーフのもの、小鳥のモチーフのものがありました。空枠は全部ゴールドとシルバーがありました。他にもミツバチの封入パーツも見つけたのでご一緒にご紹介します。後で作品作りにも挑戦してみます。では詳しく商品を見ていきます。桜モチーフの空枠です。パッケージもとっても可愛いですよね。種類が多かったので目新しい形のものだけを選んで買ってきました。小さな桜のコネクターが2つ入ったもの、桜と花びらのフレーム、花びらが5枚連なったフレーム、右上に作品例のイラストが載っていてとっても作りやすそうです。桜の模様のフレーム、このフレームは取り出してみると裏面もギザギザになっていました。ゴールドとシルバーを買ってきました。小さな桜のチャーム、裏面はつるっとした感じになっています。これから桜の時期にぴったりのアクセサリーが作れそうです。イースターエッグモチーフの空枠です。亀裂の入った卵、卵とひよこ、卵とうさぎ、卵に抱きついたうさぎの4つを買いました。この卵のギザギザ模様がとっても可愛いです。イースターっぽくパステルカラーを入れると可愛くなりそうです。小鳥モチーフの空枠です。ちっちゃな小鳥が2羽入ったものと鳥かごのものを買ってきました。他にも大きな小鳥とかもあったんですが、こちらの2点を使ってみたくて買ってきました。この2つを使うと鳥かごの中に小鳥が入っているようなデザインが作れそうです。ミツバチの封入パーツです。缶がなくてレジンに封入したり貼り付け用のパーツとして使ったりできます。レジンの作品で蜂蜜とミツバチのモチーフのデザインは人気がありますよね。他にも春の花畑っぽいイメージにも合わせられそうです。イースターの空枠と合わせて使ってもいいかもしれません。これから鳥かごと小鳥の空枠を使ってキーホルダーを作ってみます。そろそろ暖かくなってきたので春っぽいものを目指します。材料です。背景にはお花のフレークシールを使って春らしさを出してみます。蓄光パウダーを入れて鳥が光るようにします。このキーホルダーは鍵につける予定なので場所が分かりやすいように鈴も取り付けてみます。まずは小鳥のフレームを加工します。フレームの缶が邪魔なのでニッパーでカットしておきます。金具が飛び散るので注意してください。空枠にマスキングテープで目張りをします。適当な長さにカットしたマスキングテープに小鳥のフレームを貼り付けます。作業しやすいようにマスキングテープを平らなトレイなどに貼り付けておきます。レジン液を小鳥の色に着色します。シリコンカップに透明なレジン液を少し出します。今回は星の雫というレジン液を使いますが100円ショップのものでも大丈夫です。青色の蓄光パウダーを混ぜます。蓄光パウダーは少なすぎると光りにくくなります。蓄光パウダーの量はレジン液の 10% くらいを目安にしてください。このままだと色が暗いので白のパステルを足します。パステルをカッターで削り入れます。カッターがやりにくい時には茶こしで削っても OK です。塊がなくなるまで混ぜたら気泡を抜いておきます。着色したレジン液を小鳥のフレームに流し込みます。小鳥のフレームは深さが浅いので枠からはみ出さないように注意してください。フレーム全体にレジン液を広げます。
気泡を抜いて硬化します。硬化したらマスキングテープを取り外します。リボンの転写シールを貼ります。カットした転写シールを小鳥の首元に置きます。上からこすってシールを転写します。シールが貼り付いたら上のフィルムを外します。シールが破れないようにそっと外してください。これで小鳥のフレームの準備ができました。次は外側の鳥かごのフレームを加工します。空枠に幅広のマスキングテープで目張りをします。適当な長さにカットしたマスキングテープに鳥かごのフレームを貼り付けます。作業しやすいようにマスキングテープを平らなトレーなどに貼り付けておきます。空枠の内側に透明なレジン液を薄く広げられる程度入れて全体に伸ばします。エンボスヒーターを当てて気泡を抜いたら硬化します。硬化できました。ここにお花のフレークシールを貼ります。透明なフレークシールを枠から少しはみ出すようにして貼ります。カッターではみ出した部分をカットします。カッターを枠に沿わせるようにするときれいにカットできます。切れたら不要な部分は取り除いておきます。同じようにして他のシールも貼っていきます。シールを貼る前にどの場所にどのお花を入れるか配置を決めておくと作業しやすくなります。空枠いっぱいにお花のシールを貼りました。空枠を飾り付けします。空枠の9割くらいまで透明なレジン液を出して全体に伸ばします。真ん中に先ほど作った小鳥のパーツを乗せます。小鳥の上にもコーティングするような感じで透明なレジン液を乗せます。泡ができたので気泡を抜きました。アナナシパールを入れます。小鳥の周囲に適当に配置してください。気泡を抜いて硬化します。硬化したらマスキングテープから外します。マスキングテープを剥がしたらレジンにベタつきが残ってしまったのでこれを取り除きます。除光液をネバネバした部分につけて爪楊枝でこすって浮かせます。硬化が不十分だとレジンが白く濁ってしまうことがありますので注意してください。粘着部分が浮き上がってきたらティッシュペーパーで拭き取ります。これでベタつきがなくなりました。裏面をコーティングします。このままだとグラグラして作業しにくいので三角トレーの縁にマスキングテープで空枠を固定しておきます。裏面に透明なレジン液を少し出して全体に伸ばします。気泡を抜いて硬化します。硬化したらマスキングテープを外します。これで鳥かごのパーツができました。キーホルダーに加工します。根付け紐の二重管に小さな鈴を取り付けます。二重管の隙間に鈴の管を通すような感じにしてください。同じようにして二重管の鳥かごのフレームの上の管を取り付けます。完成です。はっきりした綺麗な色に仕上がりました。お花の模様が春らしくて可愛いです。背景は透けていて裏からでも鳥の形がわかるようになっています。この鳥は光を蓄えて暗いところで光ってくれます。暗い場所でも探しやすくて便利です。これから鍵につけて使っていきます。これで今回ご紹介する商品はおしまいです。
全体的に軽いフレームが多くて、アクセサリーやキーホルダーにした時に使いやすいかと思います。小さめのパーツが多くなっていて、いろんなアイテムに組み合わせて使えそうです。皆さんもぜひオリジナルの春アイテムを作ってみてくださいね。以上、ふたつきでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。